皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、今あれ、何がかかってんの？違う、これじゃない、こっちこっち。あれ、大丈夫？アマゾンミュージック、あ、オッケーオッケーオッケー。はーい、1時間半約電話で人生相談してました。今人生相談してましたよ。もうすごいすごい人生相談でした。はい、本当に人生を揺るがす相談でしたね。はい、まあ お役に立ててよかったですけど、はい、あとはもうその人の行動次第ですからね。私は言動によって人を、なんていうか、勇気づけることはできますけれども、動かすことはできないですから。はい。別に私の部下でもないですから。はい。ですからね。はい。相談も終わったということで。夜？晩型？よし、晩型で行こう。晩型の一人語り、スタートさせていただきまーす。おいしい、おいしいな。いやー、もう人生相談ですよ。いろいろですよ。いろいろお金のことと、あとですね、婚活。誰のことかは言いませんからね。私はプライバシーは守りますから。はい。あ、その人は女性です。これぐらいは言っていいでしょう。はい。女性です。はい。で、LINE電話で話しました。はいはい、お金は取りませんでした。はい、冗談で、僕本当にそうなんですけど、1時間1万円で僕仕事受けてるんで、はい、それを言ったら、あの、ちょっと止まったんで、いや冗談ですよっていうすぐ言っちゃいましたけど、はい、本当にびっくりしたみたいで、彼女終わった後に言ったら、はい、そうですね、お金、婚活ですね。お金と婚活ですね、基本的には。あ、あとね、社会貢献、社会貢献ですね。あとは人のため、はい、そういうことについて話しました。はい、そうですね。はい、そうですね。はい。いやー、本当に、いやー、頑張ってほしい。はい。そうですね。はい。頑張ってほしいなー。はい。けどね、なかなかうまくいかないのが人生ってもんですってね、皆さんもご存知でしょうけど、なかなかですよね。はい、僕も大変でしたよ、若い頃は。はい、今でこそなんか、お前働いてねえんじゃねえのみたいな感じの生活してますけど、一応働いてるんですよ。はい、そうですね。はい、だからまあ、なんていうか、まあ、僕もそうですけど、人は見た目以上に苦労してるんですよ。はい。そうそうそう、そういうことですよね。はい。そう。見た目以上に苦労してた。してる。もしくは苦労してた。はい。そうです。僕なんかがその例ですね。僕、本当に労働時間ベースで、40年分働いたと思いますもん。はい、会社辞めるまでに。はい、本当に。はい、そうですね。はい、そうですね。だからまあ、その苦労があっての僕なんで、
だからありがたいことだと思って、やっぱり一生懸命いろんなことをやろうと思います。その恩返しじゃないですけど、だから投資の本を書いたのは恩返しなんですよ、まさに。はい、僕がうまくいっているのはやっぱり投資を自分なりに僕は独学なんですけど、はい、まあネットで無料で見れる情報だけでこう学んでいったっていう感じなんですけど、もうケチなんでね、はい、あと一冊の本だけ読むとその人の考え方に染まっちゃうんですよね。はい、そうなんですよ。だから私も自分の本の中に書いてます。これはあくまでも私の過去のストーリーです。同じことをやったからといって同じように儲かるわけじゃありません。それを念頭に置いて話を聞いてくださいみたいなセリフがあるんですよ。はい、一応会話形式の本なんですけど、はい、だからなんていうかな、だから僕はそういう意味で本を読まなかったんですよ。はい、そうですね、はい、だから、まあ、その辺はね人によるんでね、はい、まあ皆さん頑張ってください。僕も頑張りますっていう感じです。はい、飲み終わりました。番型の一人語り、以上で終了でございます。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。良い夜をお過ごしください。